集まったのはこれだけか。街は完全に占領されている。敵だって。俺たちに気づいていないか。確固に撃破する。そうなのか。目のような部分が弱点だ。目を攻撃しろ。
ロイドの弱点、価値のある情報です。わずかながら戦局を有利にできるでしょう。以後巨大アンドロイドをキクロプスと呼称します。一つ目の怪物、目が弱点だと誰もが分かるでしょう。調査開始だ。慎重に行け。チームと合流してください。噂通りの腕だといいなら。行くぞ。いいよ大将。お互いひどい任務ばかりだな。それだけ信頼があるということだ。命がいくつあっても足りないぞ。怪物を発見。侵略生物ガンマだ。手強いぞ。慎重にやれ。怪物を残したまま最深部に進むのは危険だ。周囲の怪物を駆除しろ。怪物だ。シャウ生物か。
この音は何だ。何が来るの。近づいてくる怪物だ。振動を検知。ガンマ型の群れだと思われます。ガンマ型が来るぞ。備えろ。フェーズ完了だ。上層部を制圧。急速後中層部へと進む。了解。ただの怪物の巣だ。僧たちの姿はありません。もう死んじまったんだ。周囲を警戒しろ。嫌な予感がするぞ。怪物だ。こっちからもだ。向こうからも来るぞ。待ち伏せか。巣に引き込んでから一気に全滅させる気だ。中層にいたか。地底にアンドロイド軍団か。やはりここには何かある。何かの計画が進行している。そう考えるべきでしょう。プライマーの秘密計画か。もしそうならこの場所を発見できたのは幸運です。だが、奴らが待ち構えている。この中層は奴らの砦だ。厳しい抵抗を受けることになるぞ。装備している。近づかれる前に黄色い球体を破壊しろ。
じゃないぜ。これ以上進むのはごめんだ。セカンドフェーズ完了だ。中層を通過し下層に潜入する。しかし軍曹が無事だ。下層へ向かっている。そう、先を越されたか。人々の守り
えているようなものだ。行くぞ。おそらく最深部が近い。油断するな。こちらで映像をモニターしています。地下に何があるのか、それが分かればこの任務は成功です。また水だ。地底湖だ。奴らが隠していたのはこの地底湖だ。どういうことなんだ。暗闇に何かいるぞ。でかい。なんだあれは。未確認生物を発見。大きい。海生物クラスだ。もっと映像を接近してください。危険すぎる。地底で暴れられたら何が起こるかわからない。距離を取って警戒しろ。やばい。飛び立つぞ。未確認生物が上昇していきます。地上へ出る気か。生物には飛行能力がある。外に出したら追跡は困難だ。迅速な対応が必要です。見失う前に攻撃します。空軍から連絡。誘導は成功です。未確認生物が来ます。来たぞ。近づいてる。エルギヌス級の敵だ。甘く見るな。3階各社距離を取れ。了解。攻撃開始だ。撃て。力を見せてやる。 KG6 をこれだけ揃えて相手はただの鳥か。大げさすぎるな。大きい。こんなのが飛べるのか。鳥どころかクジラより大きいぞ。これだけの重量を飛ばし風圧だ。台風以上だぞ。近づくだけで死んじまう。効かないぞ。弾を食らっても平気なのか。やつは不死身なのか。ただの機関砲じゃないんだぞ。数秒でビルをバラバラにする威力だ。なぜ奴は平気なんだ。
らったぞ。奴らに思い知らせるまでは。やっさ、にも爽快である。戦闘訓練を上層部は混乱した。やったぞ、勝った。逃がしたか。だが傷は負わせたはずだ。今はこれで十分だ。